こんにちは、獣医師の地村です。今回の動画ですね、ワンちゃんの皮膚病ですね、僕自身も感じる症状5つですね。皮膚病になるとその症状って1つだけじゃなくて5つの症状が出る可能性があって、あなたが思ってる、ね、症状だけではないかもしれないんですよね。あるいは知ってても見落としてしまうってこともあると思うんですよね。でやっぱり皮膚病を見落としてしまうとどんどん悪化してしまってね、やっぱりこう、簡単にこう治療してもなかなか治らなくなってしまったりとかすることもあったり、結構その痒みのイライラからね、痒みとかのイライラからやっぱこうストレスになってしまって他の病気になってしまう可能性だってあるし、なかなか治らないからってね、いろんな、強いお薬を使って副作用で肝臓を壊してしまったりとかね、糖尿病になってしまう可能性だって否定できないので、そうならないためにもね、早めに早期発見っていう意味でもこう今回のね5つの症状を知ってもらって、もしそんな症状があるようだったら、すぐ動物病院に行って検査をしてもらうなりね、診断してもらって適切に対処してもらって早めにね皮膚病を治してもらいたいなと思います。で1つ目の症状としてはですね、その毛がベタベタするっていうことですね。全ての皮膚病で毛がベタベタするわけじゃないんですけど、脂漏症って言ってね、油が漏れる症状と書くんですけど、その匂いが、他にもその匂いがしたりとかねすることもあるんですけど、毛を脂漏症、油が漏れるって書くぐらいなんで、やっぱ脂っこくなるんですね、ワンちゃんがね。で人間の皮膚よりね、ワンちゃんの皮膚の方が結構薄くてデリケートなんですよね。だから皮膚の刺激をこう、なんかいい意味で悪い意味でもこう刺激を受けやすいっていうか、悪影響も受けやすいんですね。で人間ワンちゃんの皮膚っていうのは大体3週間ぐらいでこう入れ替わる、ターンオーバーっていうんですけど、なんですけど、そのもっと3週間にもっと早く入れ替わるスピードは、3週間にもっと早く早いペースで入れ替わったりすると、結構その適度なね、ちょうどいい感じのこう油分をねキープできなくなってしまって、逆にこう脂っこくなってしまったりとかして、そのすることがあるんですね。そうなるとこう皮膚のその正常な入れ替わりができてない分、バリアってね、皮膚って結構バイ菌がこう皮膚の中に入ろうと常にしてるんですけど、バイ菌常にどころでもいますからね、それをこうそういうのをバリアの役割を皮膚がしてるんですけど、そういうバリアの機能も落ちてたりしまったりとか して皮膚病になりやすいんですね。皮膚がベタベタするからバイ菌も結構くっつきやすく繁殖しやすくなるし、バリアの機能も落ちるので、こう皮膚炎を起こしやすくなってしまうんですね。でどんどん脂っこくなってきてっていうことで、そういうのって結構シーズーちゃんとかが多いかなって印象ですね。もしだから皮膚がねベタベタしてるようだったら、その脂漏症の可能性もあるので、動物病院に行った方がいいかなと思います。だから2つ目の症状としては、自分の体を噛むってことですね。体を噛む原因ってね、いろいろありますけど、一つには皮膚病ってこともあります。例えば飲みダニがいたりするとめちゃくちゃ痒いんですよね。なので、大体特に飲みなんかは尻尾なんかからさえ大体こう最初発生しだすので、結構尻尾をガチガチ噛もうとする傾向にありますね。で、あとはアレルギーとかだとやっぱり、全身が痒くなったりすると、尻尾以外の部分も結構ガチガチ噛もうとするので、結構ワンちゃんがこう自分の皮膚をねガチガチ噛んでるようだったら、皮膚病の、痒みからくるね皮膚病の可能性があるので、動物病院に行った方がいいかなと思います。それから3つ目の症状としてはね、変な匂いがすると、なんか臭いなと。そういうのってよくあるのがマラセチアっていうね、酵母用心菌っていうんですけど、酵母菌とかね、カビの仲間ですね、簡単に言うと。そういうのがいると、こうマラセチアはそもそもね正常な皮膚にもいるんですけども、異常に増えた状態だと悪さしてくるんですね、ワンちゃんに。大体皮膚がこう皮脂がね、油、さっき言ったこう油でベタベタしやすいシーズーちゃんなんかにね、
多い傾向にあるんですけど、そういうマラセチアによる皮膚炎がかかると変な匂いがね、それ繁殖してね、そういう酵母用の真菌が繁殖したりとかして、あとはばい菌も増えてきたりとかして変な匂いがすることが多いですね。だから普段と違う匂いがするな、ちょっと臭いなと思うんだったら、もしかしたらその皮膚病の可能性があるので、もう一回動物病院に行った方がいいかもしれないですね。ただ単にその獣の匂いというかね、ワンちゃん独特の匂いで臭いだけってこともあるんですけど、それは結構獣医さんはいろんなワンちゃんの匂いを嗅いでいるので、それが異常な匂いなのか、やっぱり皮膚病の匂いなのかって大体わかると思うんで、あ、これ大丈夫ですよとかね、これは皮膚病ですねとかってわかると思うんで、まあ、心配だったら一回ね、動物病院に行って診察を受けるっていうのはおすすめですね。それから、4つ目の症状としてはよく舐めるですね。特に前足を舐めることが、まあ、皮膚病の可能性が考えられますね。で、よくあるその病気としては急性湿性皮膚炎とかね、その足先をね、舐める転生の皮膚炎って言ってね、転生舐める性質の皮膚炎って、まあ、こういう2つが結構ね有名なんですけども、湿っぽい、その急性湿性皮膚炎というのはね、湿っぽい炎症が起こる、特に前足ですね、強いかゆみが出てきて、でそれで結構そのよく舐めるんですけど、結構その動物病院に見られる皮膚病の皮膚炎のうちの大体 47% ぐらい、5割ぐらい、半分ぐらいはそのこの急性湿性皮膚炎って言われてたりもします。足先とかね、その指の間とかでこう皮膚炎、起こる皮膚炎で結構真っ赤かなってますね、足の裏が。そういうのだと、結構ワンちゃんがよく舐めますね。まあ、かじることもあります。噛むこともありますけどね。あとはその、転生皮膚炎でよくその足先を舐める、そのストレスなんかが原因で舐めることもあって、そういうのでもこう、舐め続ける結果、ストレスでね、こう、肥満して舐めたりとかした結果、本当に痒くなってきて、皮膚病になるってこともあります。これもやっぱり動物病院で治療できますのでね、よく舐めるようになったら、足の裏とか見てもらって、結構真っ赤かなっていうようになったらね、これらの病気の可能性があるので、まあ、動物病院で治療を受けた方がいいです。最後、5つ目としては、毛が抜けるですね。よく書いたりとかして毛が抜けるってことですね。これただ正常でも抜けますね。寒毛期って言って春とかね、秋の2回あるんですけど、特に島県とかね、まあ、結構こう抜ける、めちゃくちゃ抜けるんですけど、まあ、地肌が見えない程度に抜けるで、抜けぬっていう事実はあるんですけど、めっちゃ抜けてるなって、でもその地肌まで見えるほどではないんですけど、めっちゃ抜けるんで、なんか結構気にされて診察受ける患者さん多いんですけど、これ寒毛期の可能性もありますけど、寒毛期じゃなくて抜けてるんだったら、まあ、皮膚病とはのカテゴリーに入るかわからないですけど、クッシング症候群っていう、まあ、ホルモンの病気ですね。左右対称性に毛が抜けます。左右対称ですね。それでその痒みはないんですけど、なんか書かないんですけど、左右対称に抜けてくるっていう。あとおしっこの量が増えたり、水飲む量がやたら増えたりしますね。これ副腎っていうね、副腎っていう腎臓の隣にあるものがこう関係している病気です。あと甲状腺機能低下症って言ってね、甲状腺ってこういうところにあるんですけど、それが機能が落ちることで起こる病気もあります。これはお腹とかね、尻尾とか首とか結構部分的に脱毛するのが特徴です。このクッシング症候群とか甲状腺機能低下症はね、ホルモンの検査を受けることで分かったりします。あと皮膚病独特としては、飲みとか飲みのアレルギーとかね、まあ、犬の回線とかね、犬のニキビダニとかね、脳皮症とか、そういう心筋カビとかでこう結構毛が抜けることもあります。まあ、以上5つ今回お伝えしましたけど、これらに症状に合致するようだったら一回動物病院に行ってみたらいいかなと思います。早めに治療を受ける、あるいは大丈夫ですよって言われることでね、たりすることで、まあワンちゃんが重症化したりとかね、するのを防ぐこともできますし、まあ、安心材料にもつながると思うんで、まあ、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。以上、この動画参考になったりとかではね、いいねボタンとチャンネル登録
よろしくお願いします。それでは失礼します。